何読んでんの？漫画。嘘でしょ。あ、俺の中では漫画だからさ。教習所の教本ね。漫画じゃん。まあね。もしもさ、俺らさ、まあなんとか教習所卒業することできたわけじゃん。一応な、卒業限定でね、もう終わったわけだよ。あの効果測定とかも乗り越えてね。一応な。でさ、でも免許センター行ってさ、試験受けない限りはさ、でそれに受かんない限りはさ、免許は持ってないわけで、仮免のまんまなわけで、まだ運転できないんだよ。だから、だからまだ運転できないんだよ俺ら。でさ、受けに行かなきゃいけないけどさ、くす難しいじゃんあれ、あの効果測定以上に。でさ、ウルトラ教室って知ってる？知ってる。なんかあれしょ、問題集もらったところの本番のやつでしょ。そう、なんか、割引券でついたやつ。そう、なんかヘッドホンで聞いてさ、直前にさ、試験の問題が分かるってやつ。それさ、やっぱ出た方がいいよね。出た方がいいんだろうけど、早朝だからね。朝早いんだよな、あれ。行かない方向で行くわ。朝早いから？朝は弱いもんな、お前。朝、クソ弱いから。でさ、そう、俺も朝さ、そんな強い方じゃないからさ、調べてたんだよ、ウルトラ教室、いろいろなんか別の時刻でないかとか。したらね、あったんだよ。あったの？深夜。行こうぜ、じゃん。しかもこの近く。じゃあもう今日行っちゃおうぜ。ただ、標識しか教えてくれないらしい。うん、でも、ただだって。あ、じゃあ行こう。ただだって。行くだけ行ってみる？別の。読み終わった？ん？初めにの。うん。目次？目次。一回じゃん。行きましょう。始まり。本標識が示す交通規制の始まりを示します。始まった。ちゃん。ちゃん。車両進入禁止。星野どこだろう。おお、吉田、こっちこっち。あ、いた、星野。入れねえ。おい、来いよ。こっから先俺入れねえ。車両進入禁止。ちゃんちゃん。通行止め。星野。あ、吉田来た。さっきさ、徒歩でダメだったからさ、チャリで来た。あ、来い。このままで引かれちゃうけど。通行止め。通行止め。じゃんじゃん。駐停車禁止。おい、橋が。おい、よしだ。今度入れる。やった、入れた。お、入れた。入れたぜ。やったぜ。なんで回ってん？助かった。なんで回ってんの？あ、ここさ、あ、駐車も停車もできねえんだ。なんか止まれねえんだよな。あ、そうです。忘れてた。マジで？いや、忘れんなよ、お前。駐停車禁止。ちゃんちゃん。最低速度。でさ、ああいう話があったんだよね。面白くね、結構。星野速くね、なんか。いや、星野どうしたの？いや、ここ最低速度30キロだからさ。最低速度。ちゃんちゃん。高さ制限。あれ、どうしたの？どうだったっけな。おこっち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 。おいでてて。どうしたの？これ別に停車とかが決まってないしね。はい。通行止めもないよ。高さ制限とか入れねえ。え、マジ？高さ、あ、あった。え、超えちゃった？マジ？ 1.7。やべえな。あ、やべえ。俺ここ低さ制限で入れねえ。高さ制限。ちゃんちゃん。
警笛鳴らす。なんかこの辺危ない道だな、結構狭いし、全く木この道、見通し悪い。ファー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 、警笛鳴らす。ファーちゃんちゃん。横風注意&滑りやすい。でさ、うん、そうなんだよね。おお、風が強い。風が強い。どうしようしよう。どうしようしよう。横風注意&滑りやすい。ちゃんちゃん。平身化&復員現象。この話って結構面白くね。あれらした方がいいって、本当に。だよな、うん、やっぱ面白いよ。からのおー、なんだ、おー、寄ってくんだ、お前寄ってくんな、お前が寄ってくんな、寄ってくんな。平身化復員現象。ちゃんちゃん。優先道路。さて、こっち行くか。やべ、こっちは優先だった。分かってらっしゃる。優先道路。優先道路。じゃんじゃん。ロータリーあり。さて、こっちの道かな。よいしょ。ロータリーあり。ちゃんちゃん。踏切あり。さて、こっちかな。ファン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 。あ、電車来るやんけ。ファンファン鳴ってる、電車来る。あ、降りてきた、やべ、電車来るやつだ。電車ですっせー、電車ですっせー。危ないとこじゃった、渡るとこだったわ。あー、やっと渡れる。踏切ってこういうとこあると怖い。じゃんじゃん。安全地帯。あ、こっちだ。あ、よっしゃ。どうした、こっち。いや、安全地帯のこっち。あ、これ安全地帯か。うん、やべ、安全地帯。安全地帯。ダメ？ダメ？ダメ？欲しいの、欲しいの、欲しいの、欲しいの。トイレと安全地帯。あ、あのサンプ使ってる。出るわ、安全地帯。あ、こういう仕組みで安全地帯って。どうぞどうぞ。安全地帯。じゃんじゃん。徐行&一時停止。おい、はじまー。おい、吉田。徐行一時停止。じゃんじゃん。じゃんじゃん。おい、こら、待ってほしいの。てめえ、こら。左に逃げてやるし。あ、マジか。そっち側行きよかった。お前、一方通行なんか入れねえじゃねえか、お前。これいいだろ。こっち側が割り込むしかねえ。一方通行。これ何も？ちゃっちゃ。こんなもん入っちゃったよ。動物が飛び出す恐れあり。動物
物が飛び出す恐れがいっぱいだけど、何が出るんだろうな。怖っ。うわ、なんだこいつ。うわ、見とっちゃう。こいつのこと、こんな生物いたの。うん、うわ、気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い。うるるるるうるるるるるうるるるるる。動物が飛び出す恐れあり。ちゃんちゃんちゃん。その他の危険。おお、しの。じゃあさ、その他の危険ってあるけどさ、これ結構危ないじゃん。なんか怒んじゃん、これ。やべえよ、ちょっと。この身何が起こる？この辺暗い森だから何か起こるかもしれない。どうしよう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 どうどうしたどうしたどうした。うわ、いつの間に。その他の危険。その他の危険。さあ皆さんご一緒に、その他の危険。ちゃん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 。終わり。本標識が示す交通規制の終わりを示します。終わった。終わった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 。はあ、終わったでー。ん、終わったで。始まったと思ったら終わったで。終わったで。まあ俺らにね、ウルトラ教室やってみたわけですが、標識バージョン。まあ良かったんじゃないですかね。うん。なんかね、教習ビデオみたいになったな。ショートコントみたいな感じだったな。うん。ベリーショートコントってね。うん。何が一番好きだった？どれだろうな。最低速度は？うん。俺地味にね、安全地帯。どうぞ、うん、はい、書いてますよ。まさかね、安全地帯がね、あのようなね、発展を遂げるとは思わなかった。ちょっとね、標識に詳しくなれた皆さん、まあ見たことあるの多いと思いますけど、まあごく一部なんで、いじれる標識だけいじってみたみたいな。まあ、うん、いじれるやつはいじれないんで。うん、あとは自分で勉強してください。まあ、教習所行ったら嫌というほどね。見るから。うん。まあね、もう、あれですね。こう、現実の俺らも、教習所を終えて、今回、こっちの俺らも、ウルトラ教室を終えて、あと試験を受けるだけ。まあ、実際動画のこのシリーズで試験を受けることはないんですが、まあ、次はね、何をするか知ってます？なんでしょう。なんとね、車を買います。マジか。だからマジかって思ったそこのあなた、そこの星を次の動画見てください。どうぞ。いや、どうぞじゃない。とりあえずこの動画を締めましょう。そうですね。この動画は終わった。終わった。終わった。終わったで。終わったで。じゃあまあいつもの以上で締めとく。どっちか以上言う？以上。See you next time. Tomorrow. いや。いや。あ、星野、やべえ。そこの標識。その他の危険。滑りやすい。じゃあね。